日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同開発する航空自衛隊の次期戦闘機について、日本の開発主体となる三菱重工業の責任者を務める杉本明氏が、朝日新聞の取材に応じた。そこには、かつて、同社が開発を断念した国産初のジェット旅客機、スペースジェット SJ の経験者も参加しており、SJ の知見も活用可能と説明していた。蓄積した戦闘機の最先端技術などを通じ、開発に十分貢献できると強調した根拠を、今回は一緒に深掘りしていきましょう。2020年末から、三菱重工業は、愛知県にある小牧南工場に次期戦闘機設計チームを結成し、開発を進めていた。杉本氏は1992年に入社し、現在は航空機日昇る体事業部の技師長というポストに君臨している。次期戦闘機の開発体制に関して、杉本氏は具体的な人数は控えると答えたが、人員を拡充しながら開発に取り組んでおり、SJ 事業経験者も一定規模で参画し、事業を進めていると述べた。そのことを踏まえて、SJ の開発過程で得た大規模複雑系のプロジェクトマネジメント、インテグレーション能力や飛行試験などは民間機、軍用機に関わらず航空機開発に共通して活用可能である。SJ 開発経験者を防衛部門に起用することで次期戦闘機の開発に生かしていくと語った。日本、イギリス、イタリアの3カ国は次期戦闘機の共同開発を指揮する政府間組織の本部をイギリスに設立し、トップとなる国は、順次交代制で務める方向で調整している。今のところ、初代トップには日本人がつく予定で、日本主導の開発を強くアピールしたいようだ。次期、戦闘機は、退役する航空自衛隊の F2 戦闘機の後継機となるため、2035年までの開発完了を目指しており、2024年度中に政府間組織を設立する予定だ。3カ国は設立のための関連条約を2023年度中に締結する方針となっている。日本政府内では政府間組織の初代トップには防衛省幹部を登用する案などが挙がっていた。開発の中核となる三菱重工業とイギリスの BAE システムズ、イタリアのレオナルド社も共同企業体、ジョイント・ベントゥレ、略称 JV を立ち上げ、政府間組織からの発注に基づき、機体の設計や製造などを担う。本社機能をイギリスに置き、JV 初代トップは、イタリアから就任する方向となっており、これも、数年間隔で、定期的に、3カ国が交代で務める。人事と本部の所在地で、形式上は、3カ国のバランスを保っているが、両組織の本部がイギリスに置かれることで日本政府が掲げる日本主導の開発が劣ってしまうのではないかとの指摘もある。3カ国は次期戦闘機をめぐり共同開発機関を2024年秋頃に発足させる方向で最終調整に入った。2035年度の配備に向け民間の共同企業体 JV と連携し事業を加速させて一刻も早く敵国に対応する狙いがある。そのため、すぐに本部所在地などを盛り込んだ共同開発機関の創設に関する条約を締結し、日本政府は2024年の通常国会に条約案を提出する方針だ。また、3カ国は2022年12月に次期戦闘機の共同開発で正式合意しており、日本にとっては航空自衛隊 F2 戦闘機の後継機となるわけだが、日本が米国以外と、防衛装備品の共同開発を行うのは初めてのことである。一方のイギリスは、ドイツ、イタリア、スペインと共同開発した戦闘機、ユーロファイタータイフーンの後継機として、世界各国に輸出を目指している。この3カ国の政府関係者が絡んで立ち上がる共同開発機関は、機体に求められる要求項目などを策定し、JV に設計や製造などを発注する流れである。日本の防衛省は、来年度予算の概算要求に、共同開発機関の運営拠出金として40億円を計上しており、
他の2カ国も、それぞれ同規模の金額を負担する方向で調整を進めている。しかし、戦闘機開発に関して、BAE システムズなどのイギリス企業が、日本企業より技術的に勝っている部分が多いと指摘されていたのも事実である。日本政府は、共同開発機関の設立に合わせて、防衛装備品の輸出制限緩和の議論を与党中心に進めている。現状の法体制では、共同開発した戦闘機を、日本から第三国への輸出ができないからである。輸出可能となれば、生産コストの低減につながるほか、輸出先の国との安全保障協力を強化できるメリットが考えられる。もちろん、日本国内で機体を組み立てるには、大型の施設を整備する必要があり、政府は国内の生産体制の検討も急ぐ方針としているが、既存の整備工場で賄えないのだろうかという疑問は残る。一方で、イギリスの次期戦闘機テンペストは、無人戦闘機 UAV 軍との連携計画を含む同国の将来戦闘航空システムの中核任務を全うする。その開発を担うチームテンペストは、イギリス空軍の緊急能力局 RCO のほか、航空システム担当の BAE システムズ、エンジン担当のロールスロイス、ミサイル担当の MBDA、センサーと通信ネットワークを担当するイタリアのレオナルド、ICT システムを担当するイギリスのセキュアクラウドタスで組織されている。航空自衛隊の次期戦闘機の開発に関しては、イタリア政府も参画する意欲を示しており、チームテンペストの一員であるレオナルドが加わる可能性も浮上している。岸田文雄首相は、5月5日、訪問先のイギリスでジョンソン首相と会談し、年末までに、将来の戦闘機プログラムに関する協力の全体像で合意することを確認した。一方、岸信夫元防衛相は、5月4日の日米防衛省会談において、次期戦闘機をめぐる日英協力について説明して理解を求めた。このことに関して、オースティン国防長官は、歓迎の意を示していた。日米間では、日本の次期戦闘機のアメリカ空軍との相互運用性を確保するため、アメリカ装備品とのデータリンクなどについて、共同で検討を行う予定としていた。また、次期戦闘機との連携も想定される UAV の開発に関して、日本とアメリカ両国の協力の可能性を探っていくことでも一致している。しかし、インテグレーション支援の候補企業に選ばれていたロッキード・マーティンは、限定的な協力となるだろう。なお、BAE システムズは、2022年4月6日、日本に、子会社 BAE システムズ・ジャパン合同会社を設立した。BAE システムズの日本代表兼日本地区担当支配人のトーマス・ライク氏は会見を開き、新会社は、日本のパートナーと協力して、高度な能力と新技術を開発する上で、重要な役割を果たすことになると期待しているとのコメントを発表した。BAE システムズが次期戦闘機開発を通じて、防衛省との協力関係を一層強化していくのは間違いないことであるが、これでアメリカとの関係がなくなるわけではありません。この共同機関の目的は、日本とイギリスとイタリアの3カ国間の研究開発を連携させ、最新の航空技術を活用して、次世代の戦闘機を創造することである。この取り組みが、戦闘機の性能向上や、国防の重要な要素になると期待する。そして、政府のバックアップと、民間企業の技術力や経験を活かし、官民連携による高性能な戦闘機を実現することが狙いである。次世代の戦闘機の開発によって、より安全で進化した防衛力が強化されることを期待しましょう。この共同機関の設立により、日本が次期戦闘機の開発プロジェクトで主導的な役割を果たすことは間違いありません。しかし、次世代戦闘機が配備されるまで12年もかかり、その間も敵国は指を消えて見ているだけではないため、現在保有する航空戦闘力でいかに戦うのかということも真剣に考える必要があるでしょうね。